アメリカ合衆国国務長官は、アメリカ合衆国の外交を担当する、アメリカ合衆国大統領顧問団の一人、日本や他国の外務大臣に相当する。アメリカ合衆国大統領が指名し、アメリカ合衆国上院の指名承認公聴会での質疑応答を経た後で、アメリカ合衆国上院本会議にて、出席議員の過半数以上の賛成多数をもって、就任が承認される。 初代アメリカ合衆国国務長官はトーマス・ジェファーソン。ジョー・バイデン第46代大統領よりアントニー・ブリンケンが第71代国務長官に指名され上院にて人事案の承認を経て2021年1月26日に就任、現職にある。ヘンリー・キッシンジャー国務長官宛に書かれたリチャード・ニクソンの辞表アメリカ合衆国国務長官は アメリカ合衆国国務省の長であり、閣僚の一員であるが、諸外国における外相よりも強力な権限を持ち、時には外交のみならず、通称国家行事なども統括することがある。またアメリカ合衆国政府の主席閣僚であり、アメリカ合衆国憲法第2条第1節の6の規定に基づき制定された大統領権限継承法の定めるところにより、大統領が欠けた場合の、 アメリカ合衆国大統領の継承順位で、アメリカ合衆国副大統領、下院議長、上院会議,議長に次いで、第4位に位置づけられており、非国会議員の中では最上位である。このためアメリカ合衆国国務長官の地位は、実務的には大統領に次ぐ、事実上の行政府ナンバー2に近い扱いである。これによって、政権の支持率までもが左右されることもあるため、党ポストは、 政権の最重要人事の一つとなっている。1973年にリチャード・ニクソン大統領はベトナム和平交渉を主導し各界から辛抱を得ていたヘンリー・キッシンジャー国家安全保障問題担当大統領補佐官をアメリカ合衆国国務長官に任命し政権の扶養を図っている。キッシンジャーはこの直後にノーベル平和賞を受賞したためこの人事は 大成功と思われたが、ニクソンは翌年のウォーターゲート事件によって辞任を余儀なくされる。この時大統領が辞表を提出したのもキッシンジャーに対してであった。アメリカ合衆国国務長官に限らず、アメリカ合衆国上院における新閣僚の承認の手続きには、公聴会、委員会採決、本会議採決などに少なくとも数日から1週間の期間を要する。 アメリカ合衆国大統領選挙後の新政権発足時には通常新大統領が全ての閣僚を新たに指名するのでアメリカ合衆国上院はその承認手続きで大忙しとなる。このため新大統領の就任までに新しいアメリカ合衆国国務長官の承認が間に合わずアメリカ合衆国国務長官が短期間不在になることが多い。 こうした事態を極力避けるため、今日では、アメリカ合衆国大統領当選者が、就任前にあらかじめ新閣僚の指名を行い、アメリカ合衆国上院はそれに基づいて、承認手続きをかなり早い時点で開始することが、通例となっている。またアメリカ合衆国国務長官が死去したり、職務不能になった場合や、アメリカ合衆国国務長官が、他のポストに転出したり、 やむなき理由により直ちに辞任した場合にも、アメリカ合衆国国務長官が一時的に不在になることがある。こうした場合は、アメリカ合衆国大統領が指名した公認のものを、アメリカ合衆国上院が承認するまでの間、他の公職にあるものが、アメリカ合衆国国務長官の職務を兼任という形で代理する。今日では、アメリカ合衆国国務省の時間級の 以下表中の大は代理者が引き継いだアメリカ合衆国国務長官の歴代数に対応する。同じ数字が続くところは代理が代理を引き継いでいるためである。本会は代理者の本来の公職。ありがとうございます。